真中忠直真中忠直から1906年4月27日は、日本の低審官僚、実業家、政治家、衆議院議員、旧姓、増田、陽明、早田、武蔵国に葛飾軍曹を新田村で、増田彦ヒ衛門の次男として生まれる。その後、埼玉郡川口村、間野家の養子となる。江戸に出て、蘭学、漢学を学んだ。 明治3年3月12日民部省に出資し、駅邸省令士に任官。以後、駅邸大霊士、駅邸県省有、駅邸省有を歴任。明治4年7月27日民部省が廃止され、大倉省へ移動。駅邸市4島出資、駅邸県中属、駅邸県大属、駅邸大属を歴任。1874年1月8日。 駅定量が内務省へ移管。その後、駅定ゴンスケ、駅定スケを務め、1877年1月、駅定量が廃止され駅定局となり、内務権対象機関に就任。二等駅定官、二等駅定官、一等駅定官、駅定局会計課長、駅定局副長などを歴任し、1884年6月10日に、退官。 1886年4月22日、定心省定心管理局長として復帰し、1888年5月18日に、被職となった。前島ひそかなどと共に、郵便早々期からその事業の発展に尽力した。その後、内国通運会社顧問、日本製鉄会社検査役、同社長を務め、1890年12月16日、 意顔面本館となり退官した。1890年7月、第1回衆議院議員総選挙に埼玉県第3区から出馬して当選。その後、独立クラブに所属して、衆議院議員を一期務めた。ありがとうございます。